はい、こんにちは。116インズです。さあ、今回はフィリーズの先発投手アーロン・ノラについて話をしていきますが、実力的にはリーグの中でもトップクラスの先発ピッチャーであるノラ。2018年はサイ・ヤング賞投票3位、2020年も7位ときっちり結果を残してきた選手ですし、昨年も奪三振や4球のペースは非常に良く、FIP で見ても3点台前半と投球内容が良かったことがわかりますが、ただ唯一昨年のノラでうまくいかなかったのが失点を抑えること。防御率だけ 4.63 と彼らしくない成績で終わってしまいましたね。ランナーがいる時といない時でピッチングがガラッと変わってしまったことや、今まで多かったゴロが減少したことなどがこの防御率悪化に影響しているとは思われますが、とはいえさすがに投球内容と比べて成績が悪すぎましたので、今季もう少し内容が好転することを期待してオフに挙げたバウンスバック候補にもこちらのノラの名前を挙げました。そして今季のノラ、開幕1ヶ月ほどが経過した時点での成績どうでしょうか。FIP は昨年とほぼ同水準の 3.45 と、ピッチングの内容自体は昨年とほとんど変わらない状況ですが、失点のペースはかなり下がりましたよね。MLB 全体でピッチャー優位な状況でありますので、全部が全部ノラの改善とみなすことはできないかもしれませんが、それでも防御率は 3.83、リーグ平均を100として球場補正も加えた ERA プラスで、昨年のノラは90とリーグ平均を 10% も下回ってしまいましたが、今季は5月10日の試合が終わった時点で104。やっぱり昨年よりも環境を無視しても、失点のペースは減らせていると考えることはできそうですね。ただ投球内容の割にあまり打線の援護には恵まれていないのか、ここまで1勝4敗。もはや投手の勝敗に大きな意味はないかもしれませんが、それでも勝ちに恵まれていないのは紛れもなく事実でしょう。しかもここ5000発くらいのノラは、打線の援護にとどまらずあまりにアンラッキーすぎる側面もあって、ちょっと不憫に思うくらいですので、今回はそんなノラの直近5000発を見ていきたいなと思っています。はい、まずは4月18日のロッキーズ戦から、この日は打者天国クワーズで、しかも調子のいいロッキーズ打線相手と条件は決してノラにとっても良いものではありませんでしたが、しかし5回までは4安打無失点の好投、ゲームを作りますが、ただ6回に先頭のブラックモンに先制ホームランを浴びてしまうと、ワンアウト後にヒットを許したところでマウンドを降ります。後続のアルバラードがそのランナーを返してしまったため、この日のノラは6回途中6安打2失点の内容となりますが、クオリティスタートではないにしても十分仕事をしたと言ってもいい内容ではあるでしょう。しかしフィリーズ打線がこの日はロッキーズ先発のチャドクールを打ちあぐね、7回まで無得点。ノラに援護点を与えることができず、ブルペンを失点を重ねてしまったことからフィリーズはこの試合4対1で敗れてしまいました。先発を援護できないこと自体はよくありますし、この日はクールがノラ以上に良かったと考えれば、これ自体はちょっとついていなかったねと思えるかもしれません。続いて4月24日のブルワーズ戦。前回登板のロッキーズ戦では6回投げきれなかったノラですが、この日はブルワーズ打線を圧倒。3回に2塁打を許しただけで、以降は13人連続でアウトに抑えるなど、7回1安打無失点9奪三振。与えたフォアボールはたったの1つとほぼ完璧なピッチングで、ハイクオリティスタートを達成しました。相手打線をゼロに抑える以上の先発投手の仕事はないわけですから、あとは打線がこのノラのピッチングにどう応えるだけなんですけれども、なんとも運が悪いのか、ブルワーズ先発のエリック・ラウアーも、ノラに負けじとキャリア最高のピッチングを見せて、こちらも6回無失点13奪三振。またもノラは打線の援護をもらえず、さらにはこの試合はかの悪名高い球審エンジェル・ヘルナンデスが大暴れした試合でもあり、両チームに対するストライクゾーンも結構めちゃくちゃでしたよね。実際記録で見てもストライクボールを正しく判定できた割合がわずか 85.3% と、どちらのチームの打者もストライクゾーンへのアジャストに終始苦労していた印象です。極めつけはフィリーズ1点ビハインドの最終回、シュワーバーの打席でフルカウントからボール気味のゾーンを見逃し三振とヘルナンデスが判定したことで、我慢の限界を迎えたシュワーバーがヘルナンデスに激高するシーンもありました。ノラの不運は続きます。続いて4月29日のメッツ戦。この日のノラは初回こそ2安打を浴びてしまってピンチを招きますが、それ以降は4回まで特に危なげないピッチングで今日もゲームメイクするも、5回にマクニールに2点タイムリー、6回にアロンゾにソロホームランを許し、6回7安打3失点9奪三振。序盤は抑えていただけに5回6回と失点してしまったのは少しもったいない印象ではありましたが、それでもクオリティスタートは達成していますので役割を果たしたとは言えるでしょう。ここのところのノラの先発で援護できていないフィリーズ打線ですから、そろそろ彼のために点を取ってくれてもいいと思うところではありますが、フィリーズ打線この日メッツの投手陣に継投でノーヒッターされちゃうんですよね。ノーヒットじゃ点は入らんと。3試合連続でノラが投げている間にフィリーズ打線は得点できず、ついにはノーヒッター。この間の投球内容が決して悪いとは言えないだけに、ちょっと不憫というか、無援護もここまで来るかという試合でした。なのでフィリーズ打線もそろそろノラのために援護しよう、頑張って序盤からリードしてあげようと奮起してくれたのが5月5日、これまたメッツ戦。フィリーズはこの日メッツ先発のタイワン・ウォーカーを初回から攻め立て、ハーパー、リアルミュートのタイムリーなどで一挙4点を先制。4回にはハーパー、カスティアノスの2者連続ホームランも飛び出すなど、早々に7対0のリードを奪い試合を決定づけます。ノラにとっては久々の援護点。これに張り切って前回登板以上のピッチングでメッツ打線を翻弄し、7回3安打1失点。失点はソロホームランの1本のみと、3試合連続でクオリティスタートを記録し、フィリーズ今日は快勝、ノラにも白星かと思われましたが、9回に悲劇が起きてしまうんですね。ブルペンまさかの7失点。9回リンドアにツーランを浴び、なおも2、3塁となったところでフィリーズはクローザーのクネイブルを投入して火消しを図りますが、クネイブルもあと1つのアウトが取れずメッツの勢いに押されてしまいました。本当にまさかの逆転劇にメッツファンは大喜び。この試合はフィリーズのホームで行われたんですが、フィリーズファンからは感情が消え去っていましたね。久々にノラに勝ちがつくはずがまさかのノーディシジョン。前回はノーヒッター、今回は大逆転負け、さすがにかわいそうになってきました。そして前回先発のマリナーズ戦。この日のノラは成績だけ見れば6回途中9安打5失点と攻撃陣の調子が決して良いとは言えないマリナーズ打線に打ち込まれてしまったように見えなくもないですが、これもまたなかなか月がないというか、9安打のうち5本が内野安打。さらには1つはノラ自身のエラーでしたが、味方の4エラーも絡んでいたので、まあ投球成績が示すほどピッチングの内容自体は悪くはなかったのかなと。初回の2失点なんかバットを折ったあたりがうまいことシフトの逆をつくタイムリーになって、その後のフリオ・ロドリゲスのタイムリーも1メートルくらいしか飛ばず、打球初速の計測すらできないようなボテボテの当たりでしたからね。平均打球初速もこの試合は 85.4 マイルに抑え、ハードヒットもほとんどされていなかった印象ですが、それでも9安打に繋がってしまうあたりは野球というスポーツの妙とでも言いましょうか。まあ、野良からすればここのところずっと月がないのに、ここまで来るかという感じかもしれませんがね。フィリーズ打線はこの試合も野良を援護することはできず、今季4敗目を喫してしまいました。という具合に本当に運に恵まれないここ最近のノラ。ただ援護がないだけならまだわからなくもないですが、ノーヒッターや9回の大逆転劇、内野ゴロがことごとくヒットになったりするのは一体どうしたものかと。一回お祓いでもした方がいいんじゃないかと思うくらいついていないノラですが、いずれは運の揺り戻しが来てくれるといいんですがね。昨年は投球内容の割に失点が多く、防御率が4点台後半とらしくない成績に終わってしまいましたし、今季も投球内容はいいのに、特にここ最近は月がないというか運に恵まれないところもあって、野良からすればそろそろ何かしら救いがあってもいいんじゃないかと思っていそうですが、野良に幸運がやってくることを祈りながらこの動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。